はい、どうも赤星赤崎せよ赤星もしもし TV お願いします。はい、さあ今回はですね、うなぎかずともさんです。うなぎうなぎです。はい、かずともはいいだろうなぎだろどっちかが名前っぽかったからうなぎです。あ、うなぎね、すごいな。これですね、 JR 総武線新小岩駅、一応徒歩22分という場所にあるんですが、うなぎ界の二郎と呼ばれている。そうなんですか。はい、もうなんかいろんな異名がつきすぎて各ジャンルでお店なんですか。四国のダルビッシュみたいな、それいろんな、まあ、異名のある中での一つ。これは私ね、本物二郎前にリハビリしようというか、リハビリなんですか。リハビリです。はい、まあ、量を確かめたいということで訪れてるんですが、うな重の吉と福、それの白焼きの、ね、定食だったり、まあ、あの豚玉丼とかいろいろあります。いろんな定食が、はい、ただもちろん今回はですね、うな重の福の、4300円というものを、ね、すげえうなぎだね。まあ、やっぱり正月まだまだ、ちょっと奮発しておきます。まだまだ正月、まだ正月なんです。もうボケすぎだろそれ。おーっとっとっと、こちらでございます。これ、うな重福瀬のつづの大盛りね、プラス100円でなんとですね、お米が2合になるんですね。2合、はい、お重から丼になりますね。で、吉と福あるんですが、その違いはうなぎの枚数ということで、福にするとなんと2匹うなぎ使うということで、丸ごと使ってますよというね。ご飯はこれ普通盛りなんだけど、これ普通盛りの写真ね。これ普通盛りなんだ。写真も普通です。はい、普通じゃないんだけど。逆にご飯が少ないんで、丼から溢れてるように見えますね。で、お漬物とうなぎの肝が入ったお吸い物、これもついてきますね。さっぱりと組み合わせながら食べることもできるという。量は本当にすごいっすね。そうですね。見てください。こちらですね。非常に重いです。すご。見たことない器。力士が優勝した時に飲むの。はい、あの、杯ね。うなぎ、すんごいふわふわなんですね。このうなぎさん。うまそう。ねえ、うまそうですね。炭火でですね、思いっきりパリッと仕上げてあるんですが、はい、表面のパリパリより中のふわふわがもう上回っちゃって、そっちの印象がすごい強いですね。でこう、すくおうとするとホロホロホロと崩れていっちゃうんですね。お米なんですが、とてつもない量入って、まあ、映像よりもかなりギュチッと入ってるんで、でこのお米もね、あの絶対大きい釜で炊いてるでしょうともう伝わってくるふっくらと。わかる、わかりますね。釜もでけえ、もう火力ちげえぞっていうのが伝わる。すごいな、お米でしたねこれはね。でタレの染み込み度はまあまあということでね、まあまあ量も多いしね、やっぱね。そう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 、まあまあまあということはね、どういうことかというとですね、追加タレがまああるんですね。もちろん確認しますけど、ね、おやおや、息じゃないね。息じゃないですか。まあ、2ですよ。やっぱちょっと甘めに。そうですそうです、まあしょっぱいかどうかっていうと、あのまず甘くないんですね、そこまで。あ、そうなんだ。どっちかというと炭火の香ばしさを殺さないようにね、あのいい濃さなんですね。程よくしょっぱレベルが効いてるというか、2までいったっていう。へい、でこれはうなぎにかけちゃうご飯にかける方がまあいいかな。まあまあ確かにね、タレ飯、これもちょっと楽しんでますね。だお子さんこれ好きだよね、タレ飯って、ね、あ、そうな、子供って好きなんだよね、タレ飯。そうだね、まあ、子供とおっさんが好きだから、ね、おっさんもか。そっか、結局男はね、まあ、結局うなぎを食べるときには飯をかっこむあんま見れないんでね、これね、こんなんこんないかないでしょ、うなぎ1に対して。確かに。うなぎ、うーん、じゃあ和友さんならではでございます、ね、贅沢だな。いいですね。あ、山椒は ねかけるな結構。いや、そうですよ、まあ、やっぱりうなぎ食うか、二郎系でたまにトッピングするかぐらいでしか山椒で使わないじゃないですか、あんま。本当にたまに出てくるね、山椒は。あのここぞとばかりかけてますが、今たっぷりかけた山椒も、この上の部分のうなぎにしかかからないから。なるほど、ミスっても行っても保険効きますよ、散らせると。あ、なるほどね。これも非常に美味しかったです、はい、あ、そして漬物ゾーン入ってました。あ、いいね漬物ね、たまに食う漬物がうまいわ。ここでもう1合以上食べてるんで、ちょっと漬物の効果で回復しとこうぜと。なるほどね、いい傷薬でしたこれは。あと見た感じもう大丈夫そうだな。確かに大丈夫そう、もりもり食ってんの。普通の人こんな食えないもんだって。あ、そうですか、で量はこの辺りでいけるなとは思ってますよ、はい。きゅうり、大根、白菜のお漬物でしたね。たくさんだったら漬物でお腹いっぱいになりますね。あ、もうね、だいぶ苦しくなってるんじゃないかな。漬物ご飯でいける、漬物だけで、もういや、それはねえよ。さっきうなぎ全部食っとこうってなる、多分。あ、なるほどなるほど、ね、豚みたいな言い方ですけども、まあ、うなぎったるくならないんでね、まあ、あっさりとした
イメージが強かったです。肝すい、さっきましたよ、肝すい、いいね。でうなぎのね、実は肝じゃないんですよこれね、うん、肝臓使ってるわけじゃないんですよ、うん、これね、胃袋とか腎臓のあたりを肝と呼んでるんですね、うん、これね、それが肝すい。肝からこうだからこう出汁とか取るとかいうよりは、はい、この食感をやっぱり楽しむお吸い物という、テイストが強いらしいです。へ、はい、で肝水のおかげでまたちょっとリセットできたので、うんうん、最後の一口、これはもう書き込んでいきますね、これね、すごい、2号はなかなかね、不安ね、おっとちょっとぶつかっちゃいましたけども、さあというわけで、吸い物があるんでね、あー見てください、これ何ですか、季節コミ量、ウネギ量、タレ量、山椒レベルと超えましたね、 93.4 です。今後比較の対象があるのかこれと。確かに、いや、行くかもね。全然いいと思いますけどね。あ、いいですか、はい、見たい。あ、他のうなぎ、他のうなぎも、まあね、うなぎじゃねえよ、うなぎじゃなくてですか、どんぶりね。あー、なるほど、違和感なく売りましたけど、全然食えてる。あ、もう食えましたね。そうですよ、なので、はい、これはもうそろそろ復活してもいいんじゃないかと。まあ、ただこの復活したタイミングでまたちょっと今東京が緊急事態宣言なので、東京争い、東京が真っ赤になってますから。いや、それ去年ね、去年のあれは何だったんだ、40人ぐらいで争いになったんです、ね、あれ何だったんだあれちょっとね、あの夜景で綺麗だなぐらいのあれ何だったんだよ、ね、とんでもない争いになっちゃうね。だから、まあ、気をつけつつになっちゃうので、そんなまだバンバンいけないよというのもあります、まあね、まあ、まあいろんな事情が、ね、あるから、そう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 、うん、なので、スタートダッシュは思いっきり切れないけど、はい、一応復活しますので、うん、今後ともよろしくお願いします。おいでさんも、吉田さんも、ね、見てたんですね、今回はうなぎ和友さんで、はい、ごちそうさまでした。Thank you.